空手道の受けの技術はたくさんあります。ただいまのが上段上げ受けです。ただいまのが中段打ち受けです。ただいまのが下段受けです。今行っておりますのが上段上げ受けです。今日行う上段上げ受けは相手の突きが決まる前に下からまくり上げながら受ける上段受けを行います。まず初心者は4挙動に分けて行います。まず第一挙動で手を開きます。1、片手拝みをするように肘の線は体側の線から外れないように下ろします。1、顎の前で止まります。右手が斜めに上がっていきます。2、顎の前で交差します。左手は腰に、右手は上にまくり受けます。はい、2、次は三挙動にします。1、引き手をしっかり取ってください。2、顎の前で交差します。3、肘が体側から外れないようにしっかり持ってきます。はい、次は二挙動にて行います。はい、1、2、拳はこれも突きと同じく拳はしっかり握り込んで受けます。次は一挙動で、はい、1、肘が体側の外を回っています。1、2、3、4、はい、やめ。はい、次は前屈立ちで一歩後退し半身になりながら上段受けをやってみます。まず右手で構えてください。まず肘の位置は体側の延長線上に持ってきてください。まず第一挙動目で右足を下げます。1、その時に肘はしっかり後ろに引きます。次は腰を切って半身姿勢になります。はい、2、3、1、2、3、慣れるに従い号令の感覚を早めます。1、1、3、1、1、3、はい、挙動で行います。1、2、3、4、5、6、1、はい、やめ。ただいま行っておりますのが中段打ち受けです。相手の突きを打ちまたは流しながら受けます。はい、やめ。でははじめに中段打ち受けの形を作ってみたいと思います。右手は腰に、左手は軽く前に出してください。肘を真下に曲げながら下ろします。次は左手を左耳に、手の甲が自分の方を向くように上げ、右手は軽く前に差し伸べます。右に出している拳を打つような感じで外側内側に受けます。はい、1、
はい、2、3、4、アイスピードを加えて行います。はい、2、3、4、5、6、7、8、次は後ろに一歩下がって半身の姿勢で受けたいと思います。はい、1、2、正確にやってください。3、はい、左足を下げます。1、2、3、正しいフォームが身についたら感覚を早めにします。3、次は一挙動で行います。2、3、4、や自然体に構えます。自然体より一挙動で受けます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、ただいま行っておりますのが下段に対する受け、下段払いです。上から下に相手の突きまたは蹴りを打ち払うようにして受けます。じゃあ自然構えて、左手は右耳に、右手は左前に、自分の胸の前で肘と肘が交差するように構えます。斜めにした手の上をなぞるようにして上から下に受けます。はい、1、引き手はしっかり取ってください。はい、2、水月が開かないように。3、4、1、から入れます。1、2、3、4、5、はい、次は一挙動で受けてみます。次は後ろに下がって受けます。はい、左足を下げ、右手が左耳に行きます。はい、1、2、3、はい、次は一挙動で受けます。1、2、3、4、はい、今度自然体になって、はい、右足を下げて左手で下段払いします。1、2、3、4、